回は小町でやります。小町は前回のデッキから少し変化がありまして、スキルカードいじりましたねいきなりこの対戦を切った。あ、これガードされたちょっと待ってよ、いきなりこれはきついわ。説明してる最中でしょうね。とにかくスキルカードにね、新しいの入れて、今回はね、エア対戦をやっていきますよ。前回がいつやったか忘れたけど、まあそれからね、何千回やってカードも集まったということで、小町といえばやっぱコンボがね、つなぎやすい。難しいコンボはできるけど、やりやすいよね。釜のリーチが一貫性長いから。お、今いいね。こいつ繋がらんでるか。ペース握ればね、いくらでもね、切り刻めるよ。向き違うやん。やばいやろ、それ。あー、無理か。差し込めない。いつ木が飛んでくるかやな。全部クリアされたぞ。避けてきた。うわ、ガードした。ああ、これ強者やね、今。こういうのもあるよ。打撃も強いけど、射撃もいいよ。なんか今めくれたな。さりげなくスキルめくれたんじゃん。冗談じゃない。ちょちょちょ、いらんダメージになってる。ああ、無理か。こっちも食らうの、今の。変に攻撃するもんじゃないな。新しいカード出た、新しいカード出たけど、ちょっと瀕死で、やばいやばい。ダメな、今の。今のちょっと持っていきたかった。またダメか。なんか当たった。危な。ちょ、あの体勢になるとすごいしんどいわ、あの壁のとこに来る。だから壁には絶対行かへん。危ない。積極的に押し込んでくる。もうちょい早くないとな。取れへんな。これは早すぎるわ。ミスった。もうカモを宣言したい。くっそ、チョコマガと。まあ射撃のレベルを上げていくよ。相手の射撃なかなか効くね。よし、これで崩す。あ、やばい、これはちょっと油断しすぎた無防備すぎた。あー、ミスった。よし、跳ね返せればそれで OK。よし、このコンボ好き。ダメージでかい。このね、大釜だからこそできるコンボ。別に大釜じゃなくても、あの、消費波みたいなやつも繋がるっちゃ繋がるけど、こっちの方が好きかな。メインのデッキでは、この釜の方言ってるね。今は揃ってないから、どの道これやけど。ああ、そうか、忘れてた。強者も強いんや。そう、強者も使ってきたよね。これ出すのなかなか時間かかるしね。あれ、よし、いいけど近すぎるとね、今度難しいね。逆にね、ハトグモリか、厄介やな。回避警戒し放題やもんね。捕らえられない。あー、危ない。あー、ダメか。着地してからの打撃がな。なんか今スペルカードのなんか予兆が見えたけど、気のせいかな。画面一瞬青くなったけど、こういうの繋がろう。あ、間に合う。危ない。これでどうか寄ってこない。向かい体験版も好きなんやけどな。コンボになるし、割と好きなやつは揃ってきてるよ。厄介やな、それ。なんか飛べた。よし、いいぞ。拾えたらいいな、あれ。降りる前に、お、なんか刺さった。こういうのは当たらんねやな。後ろまではいかないんだよね、これ。独特で。よし、一戦取れた。あれまた同じ敵。あ、やべえ、また端っこ来た。開幕ね、押し込んでくるねんな。やたらと画面端に追い込んでくるな。もうちょっとダウンしたい。ダウンダウン。いや、コンボされてもいいや。ちょ、ほんときついわ、俺。開幕からやたら狙ってくるからな。厄介なやつや。
成功級食らった。やばい、またよく障害出た。ダメな、よし、オッケー。だいぶ手痛いダメージを受けたな。そう、小町といえばめくりもね、強いよね。まあ、根が遅いから人にはあんま通用せんやろうけど、 AI には刺さるんじゃないか。本来は人に刺さってほしいんやけどね。てのもね、なんでそんな3個も使ってきたし。よし、危ない危ない、怖いねんなこれ。アルタイ打ちなんて負けるからな。あ、打ちだった、危ない危ない。打ちだったまだいいのか。あれ鉄にそんな最初のダメージはそんなでかくないから、あ、打ちは大丈夫みたいな。あと1回ぐらい昇段ぐらいは耐えれるよ。耐えれるけどあんまり狙いたくないな。危なそっち向きでも当たるしな、余裕で。これガードしたくないねんな。滑るように移動してくる。あ、あかんわ。相打ちならんとやられるよ、もちろん。くそ、あくまでも相打ち前提やな、ね、そんな危険な賭けしてる場合じゃない。これあかんねんな。これミスると相手に取られんねんな。着地した瞬間ダメージ今ので2000いくのか。きついな。あ、攻めれないな、忘れてた。よし、これがあればスワコの動きを制限させる。よし、もう危ない、カウンターのように打ってくるな。怖いな、バシバタバタがあるから近づけないな。本来エゴマチやから近づく必要ないんやろうけどさ。それか、予想外やな。溜まってきたスペルカードが無理ですよね。無理やりやる。この本当射撃なんとも言えんな。危な、今のようガードできたわ。手が早いね、俺も勝ち合わん。よし、落ち着けばなんとか跳ね返せるな。よし、いいぞ、いい感じで中来た。いいよ、なんだかんだ繋がるよね。危なあー、やばい、不用意に近づくもんじゃないなこいつ。え、なんで、ああそうだ、向き変わったんか。めくってくるとはな、それで。やばい、これなってた山だよ。このカマーね、変わってんの、変わってたな、そういえば。相手にしたくないな。リーチの都合上こういう小さい相手は苦手やと思うんだけどね。極端にそんなそのまでと思うけど、その苦手さがで、けどある時絶対それが出てくるから、そんな しょっちゅう頻繁に起こらんやろうけどね。え、跳ね返された。くー、リーチはないけど、これは怖い。力はあるぞ。ダメ、今の2回振るのはなしかな。危ない、あー長いな、残ってんの。え、引かれたか。とりあえずバックステップ。なかなか出が早い、出が早いんじゃなくて出が遅いからなそれ拾うの難しいな、それ。後ろ行っちゃうから。よし、これはこのめくり目が遅いから難しいな。めくり以外には使えそうないな。危な今の当たってないの、ありがたいな。そういうの大歓迎やね。カモをね、別のところで宣言しておこう。いやー、射撃ない、厄介だな。よし、あー全然関係ないとこ行ったか。前にはいかんからな、まだ打撃やったか。よし、なんとかギリギリだった。ここでこれか、抜けれんかったか。ミスった。
地道にダメージを与えていこうかな。霊巻いとけばとりあえず安全でもないな。安全でもないな。お互い食らったな。何回だか早く終わらせたいな。鉄橋終わった。お、来た。この子鎌のいいところはやっぱりあれやな、多少今の離れてても衝撃波と違って拾ってくれるのがいいよね。あれが衝撃波だとね、入力が遅いのも相まって届かないっていうか繋がらないんですよね。それが鎌では全然間に合っちゃうっていうね。で、確実にダメージが取れる。あれは好きだね。あのリーチにさえ入れとけばね、どんな体勢でもね、入れられちゃ入れられるから、多分間違えた。これじゃない。いいね。ここ拾いたかったね。大ダメージを与えるチャンスね。それにも取れない。効かんだな。霊撃符だ。いいよ。あー、めくりたかったな。別によかったね。上に吹っ飛ばされる分にはね、めくりというタクがあるからね。別にいいんやけど。ダメージもないし。だけど、まさか拾われるとはな。ほらね、なんか今空振ってよ。あれ、あそこに攻撃にねじ込まれたら死んでたよ。ああいうことが起こるからな。でかくてもまあしゃがんでたらあれが当たらんのかな。ね、あんま大きさやっぱ関係ない感じかな。拾えるっちゃ拾えるけどね、リーチの長さゆえに。上にはいかんかったから、ハーカーできちゃう。これはグレーズされちゃうな、射撃と一緒で。まあこれで打撃やったら強すぎるけど。いや、やっぱでかいな、ダメージ。このコンボ好きやっぱ。ダメージがでかいね、ほんと。1800ってなかなか出るね。あれだけで、あんだけでね、ほんとら満足やな。たぶんスイカも負けじと出してくるからね、そういったこと。打撃ねじ込みたいなのに射撃でなったな。これを出しといてちょっと防いでいきたいな。くれていくな、カード。あー、2段目いけへんのか。あれ、割とカマは忠実やな、判定に。なんか意味わからんところあったりしてへんやな。カマのとこでしか当たらん。撃ってくるね、普通に。この状態でも回避しへんね。もう当たらんとは知ってるから。近づいてくるし、むしろ厄介やな。さあ、雨の時、あー、やばい、やばい、今のはやばい。これでかい、今のダメージ。雨も相まってすごい威力だみたいな。もう置き攻めが厄介やな。よし、ダメだ、下手くそすぎた。うん、知ってるコンボ以外は壊滅状態だな。危な、ギリギリすぎるな。まあ、当たらんやと当たらんで回避コード取ってもいいしね。あー、届く。じっとしてたら届くか。危ない。頭の上で爆発が起きた。ん、どうなった。快晴か。クソ、捉えられない。よし、レベルマックス。この状態で攻撃してくれたら恐ろしいよね。届かんな。あー、寝ていく、寝ていく。まあ、リーチが長いとてね。ラマ出た、最高ラマ。間違えた、あかん、小町ランダムしたらあかん。位置が長くてもやっぱりね、距離感つかまんとね。最高。ああ、そうそう、それがやったね。それで拒絶されんやったね、近づいたら。これ2発も当たらんの、なんでや。もっと当たってもいいと思って。それがあるから近づきにくいねんな。そう、ひっくり返すやつ。で、これつながんの、これはでかいな。似たようなもの出してきたな。まあこっち割と動くし、あー普通に良かったな。ほんま攻撃して消してくるからね、敵当てれるとこあるんですけど、やっぱりすぎるでしょ。攻撃で消されるなんてな、いや予想外すぎる。霊力がないから退避。あー、一回ガードしてくれじゃ消えへんか。ダメージは安くなるけど、でもその後食らうしな。この後が思いつかんねんな。あー、お迎え体験版でよかったね、今の。
よし、いいよ。こういう子もいいよ。空中でも下げない。ここに2回目入ったかな。危ない危ない。違う方を取るから。まあ、2000ぐらいは稼げるから、5回ぐらい当てればいけるね。ここで繋がれるのきついな。まだそれか、まだいい。普通に攻撃してくるの当たらんから。厄介だな。よし、逃げる。ちょっと逃げることしかできんかった、今のは。よっと、よし、閉じ込める。上には伸び、まずい。よし、逃げさせてもくれんようになった。すごい。あ、危ない危ない危ない。え、ガードしてくるの？そこ危な。予想外だ。ここで、ね、お迎え体験をぶっ破するのはまずい。この射撃が厄介すぎるな。危な。あと一発食らったら負けるからな。慎重にな。まあ難なく突破してくるよね。危な。ダメか、突っ込んでた。あー、間違えた。前ダッシュしちゃった。小町の前ダッシュはなんか独特で斜め下に降りるんですよね。こんな感じで。相手の吸収はできるんですけどね。吸収はできるけど意図してないと本当から誤爆してしまったらまずい。なかなか鎌を振りたいと思わへんな。何台飛んでくるからな。よし、あー、これ射撃回らない方で届く、つながるのかな。今回ないけど入力に自信ないけどね。あれ下連打するだけないけどね。スペルカードとかも使っていこうか。うん、たまには無理だけど叩かれた。いやすか。届け。おお、来たか。残るのは結構グレーズだけじゃやはり消えないか。そんなものは効かん。あれ消えちゃった。よし、いた。これはいったぞ。2500、これはでかい。いいダメージを稼げたぞ。よし、ここで終了しよう。よし、 OK。 よし、こっちか。お、なんか食らった。こういうの当たらんの。落下中にはやはり当てにくいな。なんなくグレーズしてくるな。せっかく巻いたのに。厄介や。それで近寄られたら本当きついわ。よし、ここ。あー、ダメだ。危ない危ない危ない。それで閉じ込めてくる。いやー、気ぃ使うな。よし、オッケー。よし。集中するわ。もう、本当タイミング難しいわ。やめてほしいわ、それ。吸収でさせんのかな。難しいね、やっぱり。そうやろうにもこんなぶっ破するもんじゃないな。まだそれか。でもそれで反撃できる。これは反撃のタイミングではあるんやけどね。なかなか難しい。刺さらんか。よし。ここをこれを誘発すれば勝てるねんな。結局はそういうのについちゃうよね。 AI 必勝法やろ。まあ、勝つにはやっぱここに行き着いてしまう。でも負荷をかけたら危ない。まあ、できるだけ下から、ね、攻められるようにしていいのか。なるべくね、その純粋な勝負で勝ちたい。ああ、大玉がめくれたか。またこれ来た。出たと思ったらそれか。なんでこれか。これ繋がらん。レベルマックスあった。レベルマックスは威圧感があるぞ。全然威圧感なかったわ。ゆるりと行かれたわ。
爆発するぞ。まあそう、ゆうこのはちゃんと上まで行くよね。あの鎌と違ってなんかそんな忠実じゃないよね。よくも悪くも忠実じゃないね。仕方がない、こうなったらもうあれを使うしかないな。使う前に終わりたくはないからな。雪なのが心配。いやー、やらかしたな。こんなこと言っといて、いや下手くそすぎた。あー、それか、端っこやった、それ。いや今ね一発でよかったかな。追撃ってか普通に追撃してもよかったかもしれない。今何をやってんやろね。スペカ練習戦とな、コンボも大事やけど、ちょっとスペカ当てれんかったらせっかくのやつもチャンス逃すでもよかったな。スペカがひどい、コンボ以上にスペカがひどかったな。研究しとかんとまた厄介なやつが来たな。なかなかえあ、そうか、カウンターか。やるな。しかしな、あーそう、衝撃波だとね、こんな風にね、真ん中だとなかなか辛いと思うね。どんだけ密着してんの。よし、いいよ、ダウンさせてカード宣言。あー、ちょっとこれは早すぎたな。混ぜ、つなぐね。やっぱお札には勝てないよね、風は。勝てないというか、せめて相殺してくれればいいんやけどね。お札をかろうじて相打ちか、強者にもかかわらず。もう振ってるやて、恐ろしい。やられた。これはね、退避やけど、今のは退避しんくてもよかったかな。あれ、さっきのうまいこと言ったな、地上で当てれて。いきなり足振り出すからな、動かないわ。もう変に使う方がいいね、これ。どんなことしてくるかもうさっぱりわからんわ。本体が空いてるけど、あ、そうか、これ出し切れんのか。よし、そんなものをしたところで、あれ、そうか、2個ぐらいまでは余裕か。繋がんない、なかなか厄介やな。いえ、差し込めないね、今の。せっかく当てたの、追撃のままだな。いや、フリーズされた。なかなかお札消えてくれへんな。普通にやってくる。あー、疲れるな。ここも繋がる。大体カウンターになるからな。まだ下からもらえ。ずしずし押していくね。これもつながらん。よし、やっぱこっちは安定するな。やっぱこれやな、やっぱこう大釜やね、大釜。大釜はやっぱ安定するわ。あの当たった時みたい。追撃がすごい容易やわ。ちょうどいいとこに当たるからね。負けた、今の。圧がすごいんやけど。これ一発当てて動かしたところをあれでいけるかな。あー、飛ばんか。いやー、そっちか。まだやってくるか。あー、なんか攻撃引き際を引いてくれへんね。次は5戦目やな。最初勝てたのにな、全然勝てへんな。次は昨夜か。そう、ここまで待って、OK。 そう、ちゃんとあれをね、回転した後に攻撃をね、隙を見せてそういうことしてくるからね。最後まで油断ならんな、ゆうさくやは。それはもう完全に覚えた。大胆なことした後にキャンセル挟んでくるのは分かったから。よし、いい感じだった。やばい、それで落とされるとかな。大抵ね、どのキャラもね、刃物とかその使ってる人、ちゃんと上下の安定あるんやけどな。あ、そう、これで繋がんや。想像、これダメージでかいんやね。この、後ろの何やったっけ、これ。
投げれんねんな、あの至近距離は。カマの代わりに。何風当たらんかった、ちょっと遅かったもん、ね、今。これがね、なかなかダメージ伸びるからいいよね。なんだそれ。惜しかったな、目くらましはできなかったみたいな。手前か。どこまで行く？カマついて。跳ねるね。ダウンすると辛いわ、やっぱ。まさかそれで弾かれるとはな。体勢が不安定やったけど、まさかそこまで行くとはな。これはダウンしていいやろ。よし、オッケーオッケー。今の受け身すると狩られてたんやな。なるほど。よし、ここまで繋いで完封と。オッケーオッケー、2000。いいよ。浮かばれない。読み切れ空振ったしな、これも狙っていきたいな。ちょっと上の方まで行ってるからね、ちゃんと。カマたちが、カマはちゃんとこのカマのとこしか当たらんから、この見た目とは裏腹にしっかりとした判定を取っている。ちゃんとした判定、うさんくさい当たり方はしないな。もう当たった時しか当たらんぞ、これは。あー、まだ出てなかった。でもなんか当たった。キュー開けられてたし。とりあえず引こう。繋がらない。まだそれはしてこない。まあ、遠くから見てる分には問題ないね、あれ。そんな際どい勝負しんでも射撃負けばさせるやろ。先はガードされたけど。まだ行く。あー、届かんかった。これは拾うの難しそうやし、やめとこう。あー、ここ吹っ飛ばしたかったな。ちょっとセットしとこう、念のために。はは、よかった、ちょうど来たわ。そう、一発でいいねんな。二発当てるときついねんな、追撃は。さあ、6戦目、誰にリベンジしようかな。レームかな。完封具合を見るとレームかな。いや、一番最初のスイカもなかなか押されたけど、レームはひどかったな。よし、ここで勝負。レイムの何がすごいかっつったらやっぱ打撃だよね。押されるな。そう、こっちがちぎると相手も押し込んでくるから、それに合わせて。これはビビってまうな、この足は。別格の強さを持ったやつやな。ああ、ちょうど来たのにな。ダメージ稼げるとこやったのにな。やばいな、上までちゃんと飛んでいくな。いいなそれ。あー、今の余計なことせんと。カマ宣言せんわ。押し込め押し込め。よしよしよし、上まで。こっちに来たところを借りたかったけど、今のはグレイズっていうか、そもそも当たり判定すらなかったみたいやな。だから難しいとこやな。ね、ちゃんとね、あの真横にしか行かんから、上下の判定本当ないと思うから。なかなか押し込めないな。逃げられてまうねんな、なんか。あ、危ない。いや、でも札も範囲広いし、この強者をちょっと総裁ぐらいまで持っていきたいところではあるけどな。総裁できるの例か。よし、これを巻いておけばお札は消せるんじゃないか、もしかしたら。いや、消えないか。いや、一瞬減速はするけど、あれじゃちょっとダメだよ。当たっちゃうよ。飛んだところにそれされるし。お、当たった当たった。こういう角度でも当ててる。なかなかこの鎌、見た目の割に器用だな。あ、これもしや。これもしや逆転のチャンスでは。いや、でも鎌捨てたくないな。いいよ、お迎え体験版やったらいいけど。ああ、それであるもんな。レーム、それで落下されたらちょっと差し込めへんな。あっ、判定のどんだけ判定あんねやろ。もうレームの体全体からなんか出てるよそれ。
まとわりついてるよ、なんか消費派みたいな。後ろから押し出されたもん、なんかやばいでしょ。ああ今の鎌でよかったな。あの大体のスキルでよかったな。せっかくめくれても追撃できんからな。あでも横に対しては本当長いね。ゆかりの横攻撃並みにあるわ。あれもなかなかいいけどね。手堅くダウンしてくる。あ危ない。ここもダウンしてくる。危ないな。逃げ間に合ってるな今。それで突き出されると勝てないんだよな。ここでこう間に合わないな。危ない。お前近づいてくる。これはね、自分本体がね、真横側から気になるからね、あんまりぶっ破したくない技ではある。特にデームみたいにこんな射撃がボンボン飛んできたら、間違いなく刺さる。どっかこうやって相手をひるませたところで巻きたいところやな。よし、拾えた。そこから起き上がっていく。それがもうあるから、本当に強気に攻められる、続けるな。もうあれや。体力がなくなった。終始相手のペースやわ。よし、たまに乱せるね。なんか刺さって、よし、美味しく持っていく。これでゴブゴブだね。これ便利やな。こんな便利なスキルをさっきってか一番最初に外すっていうねあ、間違った。これは痛い。このミスは痛いわ。ああ、なんとかカバーできたけど。あのミスは痛いな。割と奇襲でいけるか。よし。そしてこれ。さすがにね、お札とて、この量はさばききれないだろう。の反撃のタイミングあるっちゃあるんやけどね。それ以上にその他の動きがちょっと本当キビキビしすぎてこれで魔法陣が、ではキセルさん、やばい、これまずい。危ない危ないこれを止めてくる。よし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 、なんとか決めたな。これがあるから攻められまいと思ったけど、はい、とりあえずカマブンブン振って威嚇しよう。威嚇、これ以上近づくなと。ああ割れたけど、ああ追撃やすいかなと思ったけど1000近く食らってもうたな。小札がほんと厄介やな。いちいちダウンさせられないけど、これはこの小札はジャンプすればかろうじて当たらんか。ねじ込めた。とりあえず射撃を消して避けて。あ負けんの今の、マジか今の歌詞カマ出し切ったと思ったから。くっそ強えな。ダメ、怖い怖い、蹴り飛んでくる。近づきたくない。なんでお札貫通してくれへんのかな。強者が弱者じゃないか。あれはきついな。弱者で強者塞がれるのはきついよ、さすがにちょっと力の加減が違うぞ。こうなるとしんどいよななかなかしい。ああ花曇りか、捕らえられない。あっと危ない危ない危ない、まだ近づいた、やられてた、無気になって。よし、OK で。いいえ、どう行こう。いや。よし。え、マジか、ちょっと待って、危ない。なんてことするんだ、今いいとこやったのに。いや、もうバリ緊張したのに、なんなん。まさかの台風まで予報見てなかった。自分やけどさ、あんなコンボ行ってる最中に台風来る、まあ仕方がないか。
お疲れ様です。今日はここで終了。お疲れ様です。